さてそれではギルド戦、夜の部ですね、昼もちょっと消化したんですけども、夜も数戦ちょっと動画でアップしていこうと思います。まあ今ライブですけどさあじゃあ行きたいと思います。イペちゃんとティンタさん割と最近入ったメンバーですね。リスキーローズさん、おー今回読めた読めました。あ、音量大丈夫かな。これは違うの、着信音なのよね。ここで、ああ、そうですね。さあさあさあ、行こう行こう。リスキーローズさん？さあ、いけいけ。殴れ、殴れ。はい、あざっす。リスキーローズさんですね。はい、あざんした。さあさあさあ。夜はね、昼より寒いですね。冷え込む。寒い。僕ね、ずっと寒い寒いしか言ってないですよね、今日。まあ、気にせず気にせずって俺が言うセリフじゃないんですけど、超絶美味麦茶さん、超絶美味麦茶さんですね。麦茶ね、僕ね、すぐ下すんですよね麦茶ね。でもね、ビールはね割と大丈夫なんですよね。多分麦ちょっと弱いんだと思うんですけど、割と麦茶がね、ダメなんですよね。もう胃の方から張るような感じするんですよね、麦茶は。そっか。防御し忘れたな。なんかすげえ敵ちゃったなはい、ありがとうございます。超絶美味麦茶さんですね。さあさあさあ、新メンバーと夜の部は渡るような感じになってますね。はい、ティンタさんと、俺これ読み方がね、ティンタになるんですよね。ティンタですよね。ティンタさんとイペちゃんさんですね。ほんと最近入ったメンバーですね。非常に心強いです。ギルバと楽しみたい。いいですね。ここ、たまに当たるんですけれども、いつもね、なんかね、このギルド名に感心させられるんですよね。ギルバトを楽しみたいって、まあね、基本ですよね。楽しむ。楽しみたいと思います。最後。
だ今の。逃がさないね。さっとガーンと、あー言わんかったな。はい、あざーす。イペちゃんさんと、ティンタさんですね。まあ、ゲルバと楽しみたい。非常にいい名前です。僕は好きですよ。さあさあさあ。あんまりできないんですけれども、まあ、今日は締め日ですね。イペちゃんさんとティンタさんですね。あ、寒いね。寒そう。FM 微糖さんですね。キキが3いるんで、まあ、キキが3じゃない、キキが2か、いるんで、ちょっと気をつけたいですね。さあさあさあ。まあ、現在12位か。12位からね、なかなかね、こっからの壁がね、厚くてね、なかなか上、いけないんですけども。これはまずいな。あら。ファイヤーが780。まあ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 。はい、ありがとうございます。いいわよ、こういう感じ。FM 微糖さんですね。はい、ありがとうございます。ねえ。さあ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 。どんどん行きたいですね。また始めますね。もう固定メンバーみたいになっちゃいましたね。はい、ティンタさんとイペちゃんさんですね。最後。無言出入り自由さんですね。無言出入り自由なんでね。これは無言自由加入なんですかね。無言出入り自由さんっていうのは。で、勝手に出て勝手に入るような感じのギルドなのかな。まあ、全然わかんないんですけど、ここに知ってる人っていうのはいないですね。
ネット下のはルーカスかな、違うな、ルーカスかな。すごかったよ今。緊張するね。まあ俺買ったんじゃないかなこれ。多分買ったと思うんですよ。試練を乗り越えたのか。ねえ、ちゃんとね、体力は見ないとダメですよって。はい、勝ちましたね。ありがとうございます。はい、イペちゃんと、ユウさんですね。最後行こう。ビクトル？ビクトルさん？ビクトル？ビクトルさん？ねえ、ビクターかな？ビクトーかな？ビクトルさんかな？ちょっとわかんないな。で最後出たユウさんのこの中二病のこの感じ、いいですね。僕好きですよ。もうなんかデビルマンですもんね。はい、ありがとうございます。はい、ビクトルさんですね。インド人を右にしたって、なんかすげえ名前やな。いや、素敵なセンスですね。はい、ありがとうございます。はい、イペちゃんさんとユウさんですね。さあ、最後。メテオルさんですね。もうね、読めないんだよね。本当に。みんな読めてますこれ。読めないですよね、皆さん。俺みたいな感じですよね、絶対。結構読めないとこが多いのよね、僕。ねえ、なるべくならちょっと読みたいんですけれどもね。
紹介も兼ねて。なかなかのボコボコ具合ですね。ありがとうございます。メテオルさんかな？ありがとうございました。はい、イペちゃんさんとユウさんですね。いやー、ユウさんのあの姿は何回も見れるの嬉しいな。中二の。はい、クレイジーハイツさんかな？クレイジーハイツさん。はい、よろしくお願いします。稀に当たるぐらいですかね、こことは。まあ、ほんと稀ですね。見たことある感じはありますね。クレイジーハイツさんですね。さあさあさあ。ひでえだ。あざっす。クレイジーハイツさんですね。はい、あざっす。多分ね、昼の時よりもね、僕、声のガスガス具合が多分消えとると思うんですよ。酒焼けだったんですけれども。はい、イペちゃんさんとユウさんですね。あ、現在何位かな？今日は締め日なんでね。お、11位ですね、現在。壊れかけの吊り橋。わー、絶対渡りたくないですね。壊れかけの吊り橋。すごいセンスですよね。なんか壊れない吊り橋の方がいいんじゃないのかな。名前的にも。そのぐらぐらふらつくけど壊れないよ、みたいな。そんな感じですかね。適当すぎるな。はい、よろしくお願いします。ここは初めて当たりますね。
はい、あざます。割と最近できたギルドですかね。はい、あざます。壊れかけの釣り橋さんですね。さあ、次はラストですね。ラストもちょっと買っていきたいですね。はい、ゆうさんとイペちゃんさんですね。はい、よろしくお願いします。さあさあ、ラストも勝ちたいね。荒くれわっしょいさん。結構ね、初めて当たるとこ多いっすね、本当に。ギルド数ってどうなのかな？結構多いのかな、今は。ちょっとわかんないですけどね。ちゃんと調べようともしてないですけど。何パーセントとか出ますよね。それでまあ大体のギルド数わかるんですけれども。あら？そんなとこにいた？はい、あざます。まあ、これで終わりましたね、ギルド戦消化。フル消化、あざますね。新しい人も増えてね、非常にありがたいです。多分終わった、終わりましたね。まあ、現在ね、ホット軍はね、一つ挨拶しとこうかな。ね、フル消化あざすって。ね。やっぱね、こういう感謝の気持ちも大切ですよね、やっぱりね。現在は11位ですよね。11位。ね、11時までに10位に入るとね、ちょっと美味しいんですけれども、でもね、9万差ぐらいあるのかな？違うな。そうですね、9万差ですよね。結構差がありますね。ここら辺の順位は結構変わってくるとは思うんですけれども、ちょっとね、10位までの壁がちょっと熱いような感じしますね。でもホット君、もう10番台に突入しました。非常にもう嬉しいですね。強豪ギルドになりつつありますね。はい、それでは今回これで終わりたいと思います。またね、ちょっと秋とかはもしもできたら、また申請の方をしていただければ、承認、私の独身じゃねえわ。私の独断で、決定したいと思います。ちょっとね、ヒューゴが少ないんでね、ヒューゴ、ちょっと、優先的に募集したいと思います。はい、それでは、ありがとうございました。